ついていけねえ。そうだ、東城会改革かなんか知らねえが、近江みてえに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんじゃねえ。ピーチクピーチク。植松秋信、ろくに結果も出せねえ連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、綺麗事抜かすならきっちり収めるもん収めてからいいや、ボケが。何やと？荒れてんね。シートばかり五代目に気に入られたからっていい気になるよって。この前まで三次団体のペーペーだった新参が偉そうな口叩くなや。成り上がりか。新参か新参でないかはあもう重要じゃないんですよ。小安さんだ。うわうわ悪そうだな。いいぶち系。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する、実力主義に基づいた血の入れ替え施策、それが五代目が進めてこられている東条会改革です。うわ裏ありそう。この人、結果を残せる人間なら新参だろうが古参だろうが力を与えられるんだ。つまり結果を残せてる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やと？てめえこの野郎、おいて行ってみろ。お静かに願いたい。頑張れ寺田。動物園みたいになってる登場会。あ、冷麺さんよろしいですかな。微動だにしてない。今さ、小指さ、あのジョジョ見てからの進撃の、お前は礼しねえのか。ジョジョ見てからの写真、ああお前はレースのね、進撃の巨人見てるからさ、もうディオ様とジークじゃん。でもなんかもうディオ様で小安さんの声を聞くとさ、もうなんか絶対裏があるやつみたいな、もう印象がついてしまうようになったよね。とりあえず行けって言ってるとこ行くか。柏木さん